ログラムの1番目まだまだ山のようにあるんですよ。また少しずつね皆さんにねオープンしていきますけどね、公正効率がなくマスコミの姿ね、野党と同じことを言っているマスコミって何でしょうねということですよね。あまりにもおかしいね。でこれ見てくださいね、まあ、これも前に、今度ゆっくりやりましょうねって前回出したものですけどね、戦後日本の弱体化ということで GHQ が仕組んだ、ね、何を仕組んだっていうと、東京裁判ね、これは裁判劇と言われてるね、茶番ですよね。だって勝った方が負けた方を裁くなんてありえない、人類史上ありえなかったですね。それから WGIP ね、ウォーギルトインフォーメーションプログラム、それから政憲法の制定、これは皆さん知ってますよね。占領期にその国の法律をいじっちゃいけないよっていう、憲法をいじっちゃいけないよっていう国際法があるわけね。これを踏みにじってるんですね。それから人脈教育食材士官の植え付け、これもまともな先生たちを20万人もね追放してね、まあ公職ですね、先生は十何万人ですからね、教職公職合わせて30万人以上追放したわけですね。で私も中学の時にね、社会の先生が、立教祖の先生がね来ましてね、その先生と戦ってましたけどね、教科書はあの時もまだまともだったんですね。先生がとんでもないことを言い始めてね、それからこの戦後利得者っていうのはね、マッカーさんがね、日本を弱体化するために公職まともな考えを持った人を追放して、日本人ってなぜ強かったかというと、さっきの神話の時代からね、ね、礼儀正しくて前向きでね、だから日本の軍隊の兵隊さんたちはほら本、文字を読めたわけですよ、ね、それもすごいんですよね。兵器を扱うには文章を読めないと頭の中入りませんよね。他の国の兵隊さんたちは文字読めない兵隊さんたちがほとんどだったよね。それもびっくりしたわけですね。でしかも戦ったら死んでも戦うというね、これにもみんなビビったわけですね。だからそういう日本人はどこからできたのは、神話があって天皇陛下皇統があって、これを潰さない限り日本人は弱くならない、こんな感じでね、教育から何からめちゃくちゃにしようというね、ということで行った。これは詳しく言うとまたこれだけでね時間経っちゃいますから、ちょっとパスしますけどね。でその時にマスコミも日本のじゃない、 GHQ の悪口やいうようなね、連合軍の悪口やいうようなね、中国韓国の悪口は言うな、書くなとね、言うな書くなね。で真相箱ってあったでしょ、ラジオでね、日本が悪かった、日本軍が悪かったってもう盛んに流してましたね。僕は小さい時聞きましたけど、あれで洗脳し始めたんですね、日本人をね。で弱体化していこうというね、まあ十一宮家をね、外してね、民間に下ろしたりね、そんな悪さもしましたね。でもう一つその次の輪っかが、それがどん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 蔓延してきてね、自学教科書ね、ですから、この今日持ってきてないですけど、作る管理教科書が24年ぐらいなのかな、僕が入った時20年ぐらい前ですわね、そこからその正しい歴史の教科書を作り始めてもそのぐらいになりましたけどね、中学の歴史教科書は作る会の教科書があるおかげで、牽制球投げてるね、今8社ありますけど、嘘の歴史を書く教科書会社が
6社プラス1社ぐらいあるね、まあちょっと中間ぐらいのやつが1社あってね。でまともな教科書歴史を書いてるのは私が支援してるスクール会の教科書1社だけね。そのぐらい大変な状況になってる。で中学生の教科書はそれでいいんですけども、小学生の教科書は我々は手が回らないので、中学の教科書よりもひどいっていうふうに言われてますね。まあそんな状況になって、ですからこの中で歴史の捏造教育がされてね、日教組による教師の劣化、今は皆さんあの小学校中学校行くと、あの何だっけ、段がないでしょ、あれ何て言ったっけ、教師が立つ教団ね、教団ですね教団、そうそう、ね、あれがないですよね。ないです、おかしいでしょ。あれは平等だと、先生も生徒も平等だって意味ですよ、昔は聖職だったの、先生はね、聖ってあの立ち目じゃないよ、肘根の方だからね。それがいわゆる今労働者になってるね。だからおかしくなるんです。先生の威厳も何もないしね。で卒業式には青げぱと落としは歌わないしね、なんかあの最近流行りの歌なんかね、なんか変なやつパッ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 と歌ってますけどね、だからこのそういう教育でできた反日学者がもう自家装飾してね、自分が偉くなると次にあの定年になって渡すのは自分の息のかかったね、またねじ曲がった人を選ぶわけですよ、ね、だから自家装飾したね。それから空虚な平和主義、これもさ後で出てまいりますね。それから近隣諸国条項でしょ。この近隣諸国条項は教科書をねじ曲げてるんですよ。で教科書の中に日本を褒めるとダメ、おかしいでしょ、自分の国を褒めるのは当たり前でしょ。中国韓国を褒めると OK、 文科省はそれで息づいてるからね。この、 あの前回の教科書を作った時、文科省とね、そういう、調整官との間でやりとりしたわけね、現場に行っていましたからね、よくわかるんですけどね。あと日中記者協定ね、これもおかしいでしょ。中国で記事を書きたいならば中国の悪口を書くなっていうのをこれ記者協定だからね、おかしいでしょ、ね、それでも今回はウイグル あの内部文書漏れました ね虐殺を繰り返してるね、内部文書、生きたまま臓器を抜いちゃうんだから恐ろしいよね、どないするんだって話ね。まあこんなふうにですね、世の中がある意味これ劣化してるというね、日本が蝕まれてるということになっていきます。でもう一つさらにその延長線上にね、まず日本の憲法がその軍隊を認めてないっていう書き方を一応してるわけですね。まあ自衛のための軍隊を持つということを持ってるわけですけど、戦えない軍隊持っててもね、だから勝手にこの軍事基地化、北方四島軍事基地化されても日本は手出しできない。あの尖閣に中国の船最初来た時はあれ日本の記者が中国の船に乗ってたんですよ。大丈夫行け行けって、日本何もできないからって、あれ日本人が導いて行ったんですよ。中国人の船長がね怖がって、いや行ったらねあの沈められるかもしれないと思って、いやいえって言ったんだけど、日本人が乗っててね、悪い日本人いるんですね大丈夫、日本の法律はね大丈夫だから、憲法大丈夫だから沈められないよって言ってね、そんなことが起きちゃうとね。それから孔子学園、今あちこち立ってますけどスパイ認定されてます、アメリカはね。アメリカヨーロッパは孔子学園はやめてるんですけど、日本だけはなぜか立つ、おかしいでしょって話ね。それから日本列島爆買いね、北海道の土地、麻布も買われてる、新潟も買われてる、対馬も買われてるでしょ。一説によると神奈川県一つ分、神奈川県一軒分の大きさがね買われてるってね、この前出てましたね。恐ろしいほどのね、日本の領土が爆買いされてる。
だから彼らは資本主義、民主主義を使って民主主義を壊すというやり方ですよね。一応合法的ですからね、土地を買うというのはね。ただおかしいでしょうとね、日本人は中国の土地買えないんですよね。それもおかしいね。双方向であればいいわけですけどね、ある意味ね、まあ、双方向であっても困るんですけどね、自分の土地に買われるというのはね。慰安婦問題蒸し返しね、琉球の独立論が出てきたりですね、道徳教育劣化で小学校の道徳教育は昭和33年に一応形だけできたんですけども、まあおざなりになってて、去年ようやく道徳の、まあ、教育が、まあ、正教化といいますかね、取り入れてやりましょうということで道徳の教科書ができて、ただそれも聖徳太子が消されそうになったりね、日本の仏教界が起こってね、当たり前ですよね、聖徳太子が書いた書物が山のようにあるのにね、うん、それは聖徳太子がいなかったっていうとんでもないことが起き始めてね、うん、とんでもないね、本当に悪い学者がいっぱいいるんです、ね、この先のこの辺の自家増殖する学者たちがね、拉致問題も進展しませんし、相変わらず核ミサイルの恫喝がね、北朝鮮からありますしね。で今度とんでもないのはこれでしょ、外国人参政権の要求なんてね、日本の議員がこれを認めようとしてるからおかしいよね、何を考えてんですかって話ね。もうこれやったらキリがないんで進みますね。で、ここにですね、吹き出しでよね、家族が、思想が、政治が、メディアが、これ全部蝕まれてるっていう言葉つけるとね、教育が、安全が、領土があってこうね、そしてこの外側に出てくるのはこれですね、国体破壊の女性天皇論を持ち出すとかね、日本が日本であるべき独立国としての憲法改正をしたいと言ってるんだけど、まあこれも反対ね。実は憲法改正は、実はどうですか皆さん、今ある占領憲法、占領基本法を認めることになっちゃうね、改正っていうとね。本当は新しい憲法を作らないといけないよね。それから今怖いのはこの中ロ軍事連携での恫喝、恐ろしいですよ、ね、中国とロシアがつながっている、ね、それと北朝鮮もつながっていく、後で出ますけどね、南シナ海の軍事基地かね、民族分断、琉球独立論、こっちにもさっきあったのかな、それからアイヌ新法、これもそうですね、民族分断ね、それからファーウェイの、皆さんファーウェイの携帯電話使ってる人いないでしょうね、バックドアが仕掛けられてますからね、情報が全部盗まれますね。監視カメラもそうですよ、ね、メンテナンスだと称して監視カメラから画像抜き取ってますから、からね、これだけあるんです。これなんかさっきいい言葉ばかりこうやってたの、これが今度悪い方情けなくなってしまうんですね。だから我々はね、こういうことに対して真面目に学んでね、まあ孫や子にちゃんと伝えていかないといけない責務があるんですね。さっき の国づくりのその3ですからね。なんかこうすごいでしょ、これだけ見るとね、戦う場面がこんなにあるね。で進みますね。これが中ロ結束誇示でアメリカ米国を牽制するというね、上海協力機構での首脳会談で軍事協定でもされてたのが、ここガスを中国にね、サウジアラビアが中国に対するガスの供給国だったんだけど、今度ロシアがね今変わってきてる。だから経済と軍事がここでこう結んで一対一になってるね、こういう姿、これが国際パワー外交の一つでもあるんですよね。
でここにこれ12月2日の産経新聞の記事ですけど、中国の脅威はソ連を超えたっていうね、半端じゃないよっていうこういうねことが書かれてます。だから軍事と経済がはるかに弱い、だからアメリカはこれはまずいな、かなりまずいなということでね、潰しましょう、これは潰さないといけないね、心臓を一緒にやるぞってトランプが言ってるはずなんですけどね、その親族が中国を招き入れるんだよね今度ね、困ったもんですよね。でこの牙を自由に牙を向くね、中ロの、中ロ議事同盟で、一応今のところまだ議事同盟って、ね、議事の域にあるようですけどね、その1でベルリンの壁が崩壊してね、30年後の今、自由世界は大層冷戦時代よりもはるかに危険な、はるかに危険なんですよ今ね、安全保障環境の中にいます、新たに台頭してきた中国のパワーがそうですよと。でニクソン大統領が当時中国の門戸を開き、大層戦略のチャイナカードに組み込んだんですけども、一世代を経て今度は米国に牙を向くライバル国家に変貌したと、ね、こんな状況が今なっているわけです。これ少し文字編が続きますけどね、で日米欧の企業は中国の巨大な労働市場を当て込んで、これですよね、巨額投資による世界の工場を生み出してね、経済力で豊満になった中国はやがて軍事力という筋肉をつけ大きくなり、共産主義が持つ特有の傲慢さゆえに国際法を守らない巨悪が生まれたね。国際法を守ればいいんですけど守らないんです、ね、南シナ海をね、オランダのハーグ裁判所でこれは中国のものじゃないって言ったら、あんなもの紙くずだって言ってね、あよく言うよねって感じですね、なかなか恐ろしい国ですね。で晩年のニクソンはですね、なんとフランケンシュタインを作ってしまったとかね言った、まさにそれを象徴している言葉ですね。それが我が国の隣にある、ね、ですからこれですね、 9.11 以降ね、アメリカはアフガニスタンの砂漠を越えてね、イラクでテロリストの討伐をしている間に中国は無傷のまま軍事力を高め、そしてこれもそうなんです、CO2 排出ではね、中国は低開発国だっていうね、義務を免除されてるからぬくぬくとね太っていっちゃったよね。だからトランプ大統領はそれを見抜いて批判をしてるわけです。で2008年の関西リーマンショックの後、金融危機でアメリカの衰退がね指摘されると、中国は国際ルールの軌道から大きくはみ出した、アメリカ弱くなったな、俺たちの番だ、天下だというね。で中国の習近平は中国の夢を掲げ、中華人民共和国の建国から100年マラソン2049年ね、ここで何か起きる、恐ろしいことが起きる前にやはり対策打たないと日本は潰されてしまいますよという話になっていきます。でこれ少しプロセージャーで見ていきますけどね、ロシアがあって中国があって、そっちに文章書いてますけど、その文章編をねこう見ていきますと、2016年にね、さっき言いましたサウジアラビアに代わる中国への最大の原油輸出国にロシアになった。これはだからある意味でロシアが潤うってことをね意味してるわけですね。そして2017年にですね、バルト海で中ロ初の合同演習を実施したんです。当然中国は軍隊を派遣しますね。そしてもう一つ、2018年の6月にですね、これ習主席がプーチン大統領を親友と呼びね、友誼勲章なるものを与えたということだよね。そしてここでさらにですね、プーチン、ロシアはですね、大規模な演習
ボストーク2018をね中国を招いて行って、これすごいでしょ、これで3000人派遣してるんですよ、ね、これは中露蜜月っていうふうに言われるね。そして最近これでしょ、7月の20日竹島の上空で中露の軍用機がね、日韓の防空能力を探った事件で、まあ、韓国軍がロシア軍に300発の警告射撃をしたってね、うん、まあ勇ましいですけどね。ですからこれも中露枢軸が強化されている証拠を示した。そしてロシア最大規模の軍事演習が9月に、そして中国軍が参加、これ忙しいでしょ、毎年こうね、2017、18、2019こんなに何したいのって感じね。そして最近あれでしょ、北方四島のところで日本の漁船が拿捕されましたね、あれ5隻でしたかね、まだ返してもらえない。日本はなんで拿捕しないのね、できないよね、ね、拿捕されっぱなしね。全部憲法に戻っていくんですね、これね。でこれ絵を 見ますとね、アメリカと中国が結託してロシアをね、ここをやっとね、まあロシアがをやっつけるためには、ここでこの三角形でいうと、この時は中国弱かったもんですから、アメリカ抱き込んでね、そしてロシア、それでまあ冷戦が終わったわけですけどね。そしてこの今の構図は、ロシア中国がアメリカをね結託してね、アメリカをやっつけちゃう、こういう戦略で見えてくるわけです。そしてここはこの時中国が弱かったので、ここはロシアが、まあ、弱いということでね、ロシアを中国が抱き込んで対米カードに使おうと。でもう一つここに、あ、ここか、これ皆さん知ってますか、これ一つ、その前にごめんなさい、アメリカの影響力を弱体化させ、自由主義世界秩序を突き崩すことに共通の利害を持っているかな、こう動いてるね。皆さんこれ知ってますか、中国、あ、ごめんなさい、韓国と北朝鮮、去年の9月にね、軍事分野の合意書って結んでるんですね。アメリカ簡単に怒ってますけどね。だからジーソミアなんていうのはこういう延長線上にあるんですね、実はね。まああのうまい具合にって言いますかね、一応ストップしましたけどね、ジーソミアの破棄はね。そして今度これですよ、最近、11月先月かね、ジーソミア継続直前に中国と貿易協定を結ぶ、韓国、おかしいでしょ、ね、これ全部筒抜けになりますからね、中国にね、何が起きてるんですかって、こういう話ですね。だから日本がジーソミアで韓国とつながってる情報が韓国を経由して北朝鮮にも漏れるし中国にも漏れる、アメリカと韓国が結んでる軍事協定の中のジーソミアの情報が韓国を通じて北朝鮮や中国に漏れるって、こういう構図になっちゃうね。そういうふうに見抜いていかないといけないんですね。何ですかねってこの国は本当ね、桜田大臣にも頑張ってもらいたい。ファーウェイの情報を続けてるときも、はい、はい、これから出ると思いますけどね、気になるよね。これはですね、そうだ、うん、この新聞のちょっと見出しで見ていきますね。尖閣の中国軍艦の侵入についてね、新聞の見出し、信頼性醸成という見出しを書いた新聞社、危険な挑発と書いた新聞社ね。で、危機を先送り、目の前の危機、読売ね、危険を増した挑発に警戒せよ、
当たり前ですね。産経危険な挑発行為をやめよう、中国に対してね。毎日もね、書かざるを得なかったね。緊張を高める行動をやめようってね。そう、毎日はこっち側に来るんだけどね。で、朝日、これ見てください、これ。日中の信頼情勢急げって、どっちが信頼、日本も半分悪いみたいなこと書き方してるでしょ。こういう、常にこういうことなんですね。向こう寄りなんですね。だから日本の新聞社じゃないよっていうのはよくわかるんですけどね。で、この本文がこれですよね。この赤いところをちょっと見てください。全部読みませんけどね。危機を煽るのではなく、目の前の危機をどう管理するかだ。で、赤いところ、求められるのは日中双方による地道な信頼醸成の取り組みである。すごいね、日本が何もやってないみたいね。一方的なのにね。だって日本の領土に入り込んできてるんですよね。それをなんか日本の領土ではないみたいなことを書いてね、こういう書き方なんですよ、それね。で、ほとんどのメディアこっちですからね。 NHK もこっち側ですからね。よくニュースを見てるとね、まあ、こんな風にね、メディアがこうなってるんですね。こういうことを認識してください。だからこれは朝日は平和ボケ論調というね、ことになっちゃうんですね。でも平和ボケっていうよりも確信犯ですよね。ね。で、これは絶対にマスメディアは報道しない。ね。習近平来るなってね、おかしいでしょってね。あんなに世界中悪いことしてね。ね。そしてこれもそうですね。こちらは習近平来るなっていうのと、これはウイグルのダンスをやめろっていうね。で、ウイグルは東トルキスタン共和国ね、新疆などではないって、ね、その通りですよね。我々、まあ、今までの流れでね、新疆ウイグル地区とかね、喋ってますけどね、東トルキスタン共和国ですね。100万人とか200万人を本当に教育してね、弾圧してね、言うこと聞かないとね、殺されるね。あのひどいのはね、あの辺寒いでしょとね、狭いところに入れてね、水をぶっかける、裸にして、でそのまま放置するからもう死んじゃうんだね、簡単にね。そんなこともやってるんですね。それから、生きたままの人からね、臓器を取ったりね、とんでもない国があります。だからそういう国を国賓と呼ぶにふさわしくないでしょうと、こういう話ですよね。それから香港の問題、これは香港の応援の、ね、日本の方たちが日の丸持ってデモして歩いて、こちらは台湾に対してのね、台湾は台湾だ、中国ではないというね、こういうのをね、マスコミ絶対乗らないです。ね。乗らない。これだけ、安倍晋三、帰れとかって、一部の何人かで叫んでる、とこだけマスコミはパッと切り取ってね、それで全国に流すんだよね。これだけ大勢いてもね、流さないんだよね。うん。とんでもないことが起きてるね。で、朝日新聞絶対これ載っけないよね。朝日新聞の前でやってるからね。毎週火曜日にやってますのでね、参加する方はね。池田さんという方がね、もう一生懸命やってます、毎週ね、火曜日にね。はい、じゃあ次進みますね。憲法全文のね、平和を愛する諸国民の公正と真偽の虚構というやつにちょっと話を進めてまいりますね。国際情勢と日本国民にとって危険な憲法とその成立過程を見る。これも前々から何回かやってますのでね、今日はちょっと別の角度からちょっと持ってきたものをやります。で、これを日本を取り巻く情勢ちょっと作ってみたんですけどね、軍事力が大があっ
で軍事力が小さい方があって、まあ民主主義陣営、こちらはまあ覇権独裁の国があって、そうすると軍事力が大きくて覇権独裁の国って中国ロシア、まあ今中国やロシアはさっきね上回ってるって話あって、で北朝鮮もこれ核を持ったらこっち上に来ちゃいますからね、これ今ギリギリのところも言いますけどね、核ミサイル、核とミサイル持ったら上に来ちゃいます。核とミサイル持つってそういうことですよね。だから北朝鮮が今あの国民に対して宣伝してるのは、あの大国のトランプ大統領とこうやって握手してね話をしてるでしょ、あれは国民はうちの城様はすごいってなっちゃうわけですね。だからあれは核を持ってるからああいうことになっちゃうわけですね。だってアメリカと北朝鮮は国交も何もないんですから、あんなことあるわけないんですよね。そう、左側がこちらはね、あ、まあ、ここに高圧的な対外拡張政策って書いてますけど、こういう国がこういうふうにあって、で韓国はこれ今どっちに行こうかなって真ん中ぐらいにあるでしょ、民主主義国家なのか選挙であるんだけど、でもなんか常に独裁独裁方向でね動いてね、北朝鮮に飲み込まれようとしてる。で日本はまあ軍事的にはやっぱり小さいですよね、自衛隊優秀ですけどね、優秀ですけど小さいです。だって核もミサイルもね持ってない。でアメリカはこれ大国ですけど、で今こういう構図ね、一応アメリカ日本韓国、まあこれ今一応半分こっち側に入ってる。でこちら側が今度は韓国をこっちに入れようとしてね、中国ロシア北朝鮮核、さっきの絵で見るともうほとんどこっち側に来ちゃってるよね韓国もね、うん、でこれがもしアメリカが退いたら日本これどないするのって、こういう絵になるね。アメリカは日本に言うと金かかるから、いやトランプさんビジネスマンだからやめようって日本は自分で自分の国守れってね。だったらこうなると次何が起きる、皆さんこの黒い丸がこっちになりますよ、こういうふうに簡単に。だって入ってくるんだ彼らね、尖閣だって必死になって守ってるけど、あれ尖閣だけ必死になって守って、宮古島、石垣島とかね、鹿児島とか沖縄って全部同時に入ってこられたらもう対応できないからね、うん、それを彼ら狙ってますからね。と、いやもなしにこっちに入ってきたら皆さんどうなると思います？例えば中央アジアの国々を中国がもっと拡大してね、例えばブータンでもいいや、その中央アジアじゃなくてブータンを取りに行くときに自衛隊を使ってお前行ってこいって言ったら自衛隊動かざるを得なくなるよ、ブータン取りにね。えそんな風になっていくんです。これは絶対に阻止しないといけないってことでしょね。えでそのためには台湾をね、同じ民主主義国家の台湾を大事にして、そしてインド太平洋ね、戦略ということでインドも大事にして、そしてこういう大きな輪っかを作って、こういう輪っかにして、これ苦労して作ったんだよこういう輪っかにしないといけないね。あとオーストラリアをね、豪州ここにねやっぱり入れていかないといけないと。もうこういうことをやらない限り、このとんでもない国から飲み込まれちゃうとね、ことになっていくわけです。だからこういう絵をね見るとね、少しはなんだろう、リアル感があると思うんですけどね。まあこういう状況に今あるということであります。それからこの、アメリカ製の中古憲法を持つということで、米国の傘、中国の圧力ね、そして自らを守る、まあ日本は自らを守る努力をする、でこちらは自らを守る努力をこっちは怠るとどうなるっていうのをちょっと絵で見ていきたいと思いますね。米国があそこにあって、米国、これ中国がこっちにあってね、中国の圧力、
米国の文化さって日本がその中にあって、まあ、今日本はこっちにね守られてるわけです ね。で同盟の総務性を高めないと自ら守る努力というのは同盟の総務性、今ある意味一方的にアメリカは日本を守るけど日本はアメリカを守らないね、これ憲法の制約もあってできない。じゃあそれを何とかして、アメリカは日本を助けるけど日本もアメリカを助けるよってならないとね、これは当たり前の話ですね。それが今できてない、そういうことをするようにしていかないといけない。でそれをやらないとですね、そういう努力を怠るとアメリカの加算が外れて、さっき言ったようにアメリカはもう退いてね、そう自動的に日本は坂道を転がるようにこっちにくっついちゃうようになっちゃうね。さっき言ったようにこれ自然現象なんですよね。だからこれをブッタに行ってブッタに行ってこっちに行くよこっちに行くよしないといけないんですけど、なかなか今ね中国の習近平をね来てもらうとかねバカなことやってるから、かなりかなり今危ない状況にある。だから自ら世界基準の憲法を定めるっていうのは本当はね改正じゃなくて定めるっていう方がね大事なんです。はい。で皆さんこれは皆さん分かってますよね。日本の憲法がアメリカ製だったっていう事実、実はね長年日本国民に対して隠されてきたんで、この隠されている期間が、ね、戦後70年も続いたので、護憲の主張ではその憲法の生い立ちが全く曖昧にされてるしまったという問題があるんでね、これは皆さん分かってればねやっぱりまずいよねってなってたはずね。それが隠されてたね、これが第一のね大きなね欠点だったんですね。皆さんアメリカ製だと思ってなかったよね。思ってました一応日本の国会通ってますからね、うん、だけどあれはさっき言ったように占領期に作った憲法なんで、自分の自国の憲法として成り立っちゃいけない憲法なんで、だから昭和27年に、占領軍 GHQ が帰った時にそこがチャンスだったんだけど、それをやらなかったね。残念ながら日本人のある意味悪さ加減がそこに出てるよね。で経済成長の方に舵足を切ってね、それでおかげでまあ日本は経済成長しました、確かにね、うん、海外に軍隊を派遣することもなくねしましたけどね。だからその悪さ加減が今いっぱい出てるね。それでマッカーサーはこの時に憲法を作る時にこういう脅しをねかけたんですね、日本がこの新憲法草案を受け入れるなら誰も天皇に手が出せないように全て尽力されるでしょうということは、日本は受け入れないと天皇制を潰すよと裏返しの言葉でね、こういうことになってる。まあこんないきさつがあと書いた通りでね端折っていきますけども、こういうのももっとゆっくり本当はやらないといけないんですけどね。でこの時にねこの JHQ のホイットニー准将が発言したね実際の内容が、このここでこの憲法草案を受けることはあなた方が生き残る唯一の望みであるよと言ったがために、この吉田茂、まあ、白秋次郎もそういたんですけど、とりあえず受け入れちゃったよね。だって天皇様が潰されたら困るって、それは当然の生き方なんでね。ただ受け入れてもその後にさっき言ったようにね GHQ が帰った時に直せたんですよね、それをしなかったね。ですからここで今の憲法は日本を国家であっても国家でなくしているというのはこの赤いところに書いてますけどね、日本国際社会の平和を守るという共同作業にも背を向ける異端の存在としていますよということは、この上に国家が自国や自国民を守るという最小限の責務もない、責務をないがしろにするというね、これが国際社会の平和を守るというね共同作業に背を向けることになってますよということです。そしてもう一つはね、まあ、僕はここで喋ってるからここにいる人は分かってると思いますけど、この日本国民外部の国際情勢がどんな現実で動くのか分からないんですね。
さっきの絵で僕が示したようにね、あんな状態でこんな風に動くわけですね、あっちの陣営こっちの陣営ってね。そういうこともね、いわゆる平和ボケということでね、ボケさせられちゃってるということになります。したがってこれ世界常識の話ですね。アメリカでもイギリスでも中国でも北朝鮮韓国でも自国を軍事力で防衛するということは国家の自然な責務だというね、大前提が自明の理となっているのだが、日本人はそれすら分からなくなってきてるね、ということになります。ですから世界というのは日本の憲法と正反対の価値観を持っています。茂木先生が言ってましたよね。日本の憲法も平和憲法ですごいなら、素晴らしいなら、戦後70年間世界中の国は日本の憲法を真似してるでしょうと。でも真似してないよねと。日本人がバカなのか世界の人がバカなのかって言ってましたよね。世界の人は利口ですよね。日本人がバカってしかなくなっちゃうからね、残念ながらね。そういうことになりますね。で、中国ではね、核兵器を開発した科学者たちをね、当然褒めたたえているわけですから、もう日本の憲法とは正反対の価値観でしょ。そしてアメリカでは、日本は防衛面の対米協力、いつも憲法を口実に断るが、なぜ憲法を変えてアメリカに協力しないのかと非難して、もう こんな状況になってるよね。うん。だからトランプさんは、日本が集団的自衛権行使できないならば尖閣守んな、ね、すごくまっとうなね、あの尖閣のあの無人島をなんでアメリカの、ね、若者の血を流してまで守らないといけないって当たり前になっちゃうよね。で、日本が守らない限りアメリカも守ってくれないよと、こういうことになっていくわけね。当然のことです。さて、昭和天皇がこういう発言したの皆さん知ってました。昭和26年の春ね。ですから独立、昭和27年にまあ一応日本はね、 GHQ が帰って連合国が帰って連合国軍が帰って独立をしたわけですけど、その1年前ね、軍備といっても国として独立する以上軍備は必要ですよって言ってるね。憲法を改正すべきね、昭和天皇が言ってるんですよ。まあ中略があって、警察も医者も病院もない世の中が理想的だが、病気がある以上医者は必要だね。し、乱暴なものがある以上警察も必要ですよとね。そうですよね。乱暴な国がいたらば、アメリカにあの世界の警察って言われたけどね、今アメリカは日本あの世界の警察じゃないよって手を引き始めたから、どないするって話ですね。で、2つ目、侵略者のない世の中には武器はいらないが、侵略者が人間社会にある以上軍隊はやむを得ず必要だということは残念ながら道理があります、こういうことをね述べてるんですね。おっしゃる通りですよね。おっしゃる通りね。さて、時間が少なくなってまいりましたね。だからここにもタイトルを今見てくださいね。自国を防衛するための物理的な手段での抵抗や抑止力をも危険とする勢力は最も危険である。すごい言葉だね。その通りだと思いますね。これはあと読んでおいてください。もっと伝えたいことがいっぱいありましてね、またこれじゃね、次回この辺から少しまた、やります。次回といっても教科書の方がメインなんでね、どうするかという問題ありますけど、これもじゃあ次回やりまして、これ見てくださいね。安心は感情であり安全は科学であるっていう言葉があって、これマズローの5原則ですね。まあ皆さん会社におられた方は知ってると思いますけども、
下に生理的欲求ね、そして次に安全の欲求があって、大体基本的にここで大きく上と下分かれるんですけども、安全生理的な欲求があって初めて、ね、ご飯も食えて家があってね、そういう安全があって初めて社会的な欲求が出てきてね、そして尊厳の欲求ね、自己実現の欲求。今ウイグルはこれもこれも全部ないですからね。チベットもそうですけどね、ないですからね。でここはですね、一応物質的な欲求と言われてます。でこの上が精神的な欲求ね、こういうふうに言われてます。そうすると大きく分けると、ここは安全、そして上が安全だからこそ安心なんですね。だからこそね、で日本の憲法はこっちだけ見てるわけ、こっち見てるね。だからおかしくなって土台がない憲法になってるわけね。日本各憲法は全文がそれを示してるわけね。安心安心だよね、あれは安全を言ってるんじゃないですね。だって危ない国が隣にいるんですからね、さっきから何回言ってますよね。こういうふうにね、マズローの五原則でもね、当てはめるとね、よく分かってくるんですよね。僕もね、手を変え品を変え、どういうふうに皆さんに伝えたらいいかね、いろいろ考えてこういうふうに作ってるんですけどね。でここのちょっと4番目の話少ししてまいりますね。中ロ議事同盟、さっきも出ましたけども、それから韓国と北朝鮮の軍事分野合意書ね、中国韓国の防衛協定から読み解く日本侵略、恩返しのない中国に利用される日本ということで、これまず中国に日本が円借款で3兆円、その他にプラス2兆円あって約5兆円くらいね、お金出してるんですけどね。それで中国のこの地下鉄とか国際空港とかね、モノレールの建設とか上下水道大気汚染対策とか散々やってるわけですよ。もう古くはこの製鉄所でしょ、ね、鉄道の拡充、病院の建設、これを中国の人たちに中国政府は知らせてないんです。日本がこれだけやったっていうのを教えてないよね。自分たちでやった、俺たちがやったって言ってね。それでこれでしょうね、日本企業の野球地があって、これが中国人の民土なんですけどね、野球地で中入り込んできてね、もうめちゃくちゃにしてね。そしてこのこういう国があって、でこれやっぱり今日訴えないといけないのが一つがね、習近平主席を国賓で迎えるには果たしてふさわしいかと。人、軍隊、経済を見ていくとね、靖国神社にね、総理大臣として参拝するのは日本の内政問題に口出しするなと、ね、友好条約締結してもかかわらず反日教育をやめよう、ね、理由なくして拘束している邦人解放、今15人ぐらいまだね捕まってます。で軍隊は尖閣に侵入、これ尖閣を取り来てるんですから、皆さんね、毎日毎日取り来てるんですよ。だからあそこで隙を見せ、穴を開けたらさっと入ってきますからね、入ってきたら本当に戦争になりますからね。だから入れさせちゃいけないんですね。もう毎日もう海上保安庁大変なんですけど、そして、日本の主要都市に向けてミサイル照準を穴外せ、八王子も入ってますからね、ミサイルの照準ね。そして機密、これね、機密情報、個人情報を吸い取るファーウェイの製品の販売をやめよう。これちょっと詳しくやりたいんですけど、まあ、ちょっと今日はね、それから日本内情でインフラがさっき言ったね、整備される経済発展したことを、この6項目だけでもせめて一応ウイグルと香港ね、チベット置いておいて、日本に直接関係ない、あ関係あるこの6つだけでももし認めたならば来てもいいよっていうぐらいになるよね。なるよ。いや、ウイグルの問題ってまた別にあるけどね、あるけども、だってこんなことやってる国を国賓としてね、おかしいよね、ありえないでしょ一般的に考えて。本当にどうするのって話ですよね。だから署名運動、今日
署名の紙忘れてきたので皆さん署名運動あちこちでやってますのでね、ぜひ参加してくださいね。それから自民の有志でね、あの青山繁晴参議院議員の中心になってね、日本の尊厳と国益を守る会が安倍首相に対して反対決議をね、まあ請願っていうのか何だろうな、自民党の中でいうと何だろうね、要求を突きつけたということになりますけどね、まあこういうことが今起きてますということで、時間となりましたので、危険な中国のこれですよ、街中に監視カメラ、これ全部あのファーウェイのデータベースに全部筒抜けね。だから日本でファーウェイの製品を買ってる会社さんはこれ全部皆さんのどこ住んでるところファーウェイ製品使ってません？監視カメラ、あと携帯電話もそうですけどね、全部あの抜き取られます。で今ウイグルもこの監視されてるのはこれ入浴中も全部こう監視で見られてるんですよ、女性も男もね、恐ろしいですよ、ね、でこのアプリで個人情報すべてをね大規模監視してる。だからビッグデータの仕組みがさ発展するわけですよね、ビッグデータだからね、2000、3000じゃないよ、100万とか200万ね、1000万級のデータをサーバー取り込んでね、いろいろできちゃうわけで、いくらね、いくらでもね。あとこの孔子学院がスパイ機関だということでね、イギリス、アメリカはねこれもスパイ機関として認定します。日本は残念ながら今まだできてない、このはかなり危ない危険です。でこの辺はまたね次回やりましょう。ちょっといっぱい喋ることがありまして、あとねあのデジタル連立主義っていう言葉がね危険な話が出てまいりますのでね、この地図見ただけでもううんざりしちゃいますけどね。でこの中国から見た第一列島線ってこれ東京沖縄台湾フィリピンマレーシアこういうふうに見えるんですけど、ここを破ってね太平洋に出ようとして彼らは今軍隊を拡大してね増強してやってるわけです。で今航空母艦がもうプラス1隻ね増えましたよね。でここを皆さんここ北海道ですよ、まあ、これあのこういうマークつけてますけど中からね北海道の土地買われてね、あの膨大なあの中に土地の中に武器弾薬持ち込まれて暴動を重ねたら日本はアウトだよね。おなりましたね。じゃあこの辺をねまた次回やりまして、で、これねこの我々が作っている教科書の中身はどういうふうに作っているか、どういうことが書いているかってざっとこうおさらいしました。これ三浦小太郎先生がね作ってくれたこの初等科国史というのをね、これを三浦小太郎先生を呼んで1時間10分ほどお話をね聞くということを来週早々やります。で来週はですね、これ1月の19日この上です、前回のところね市民センターね、10時午前中ですね、午前中1月19日日曜日10時スケジュール入れておいてください。